ポーキュパインツリーはイングランド出身のプログレッシブロックバンド。1990年代の新しい再建、プログレスタイルとして注目され、その陰鬱なサウンドが第2のピンクフロイドと評価された。後年はプログレッシブメタルに接近し、音楽性を進化させている。1987年にノーマンのスティーブン・ウィルソンのソロプロジェクトとして始まり1991年デビュー。 1993年に元ジャパンのリチャード・バルビエリラを迎えてバンド名義となった。サウンド的には初期のピンク・フロイドのサイケデリック的な作風に近いとされるがトランスやアンビエントといったプログレイコーのサウンドと高質なギターサウンドや多彩なリズム解釈といったモダンなロックのアプローチを優和させた独特の音楽性を試行しており、1990年代に勃興した 新しいプログレッシブロックの担い手として活躍した。2006年、初来日公演。2007年、ギャビン・ハリソンが、キング・クリムゾンに加入。2010年以降、中心人物スティーブン・ウィルソンは、ソロ活動に専念。他のメンバーも別プロジェクトを掛け持ちしている事情もあり、バンドは、休止状態にある。スティーブン・ウィルソンは、 キングクリムゾンの過去作品の 5.1CH 化のスーパーアバイザーである。また、ギャビン・ハリソンは2007年より、パッド・マステロットと共にキングクリムゾンの正式ドラマーを務めるようになった。ありがとうございます。